皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は共感教育としての NVC、 そのシリーズの3回目、人を分類し裁くことが暴力につながるといったお話をしてまいります。引用参照文献はこちらになっております。この NVC の本の2章では、思いやる気持ちを妨げるコミュニケーションとしてどんなものが実際にあるのかといったことについて触れています。その一つがですね、道徳を振りかざして人を裁くとき、ミスコミュニケーションが起きるというふうに言っています。例えば、人を非難するときに、あまりにもあなたは、自分勝手なところがありますと、それが問題だと言ってみたり、彼らは偏見に満ちていると、こういったことで、言葉でですね、人を非難しています。気に入らない人とか理解できない相手、またはそうした行為に対して、どこが気に入らないのかいけないのかという決めつけをしたり、あの人はペケペケであるといったようなレッテルを貼ったり、それから分類分析ジャッジをですね、相手に対して行うことが多いわけです。本来ですね、人は自分の価値観に基づいた判断をしているわけですね。そこには率直さ、それから平和とか自由とか、こういったものが背景にあるわけなんですが、一旦ですね、その価値観に反する振る舞いが行われてしまうと、道徳感を持ち出してですね、そうしたところから判断をしていきます。〇〇は悪いことであるから、従ってあなたは悪人であるというような、道徳感による判断をしてしまう、こういったところに移行してしまうわけですね。ところが、その道徳感というのは国家、民族、文化背景や時代によっても変わるわけなので、ある国にとってはいいと思われている価値観は、他の国にとってはですね、間違った道徳であるというふうに受け取られることがあるわけです。暴力が悪いこと、これは全世界共通だと思うのですが、道徳観に基づいた判断はですね、例えば暴力は悪いことであると、だからあなたがやっていることは間違っている、これが道徳に基づいた判断で、一見正しそうに見えるのですが、NVC ではこうやって個人の価値観を正直に相手に伝える、こちらになります。暴力は、悪いことであるからというよりも、暴力で争いを解決することは私を恐れると、私はそれを望んでいませんと、それ以外の手段で人間同士の争いを解決することが大切と考えますと、こういったようなですね、言葉で相手に伝えていきます。コロラド大学のハビー教授の研究によると、人が何を求めているかというものですね、考えて表現する文化と、人を裁いたり分類するということを主にやっている文化と、暴力の発生件数を調べてみると、そういうことをした場合に、このように多い少ないという結果が出ています。これ我々の日常でもありますが、テレビ番組でですね、主人公が相手を叩きのめすシーンがあります。こういったものを子供から見てるんですが、こういった暴力を見て正義と感じるというようなことがよくあるわけです。子供番組ではですね、アニメーションであっても制限する国があります。まとめですが、人を分類し裁くことが暴力につながる、道徳観の押し付けというのは人を思いやるコミュニケーションの障害になる、そして自分が何に価値を感じているのかをですね、率直に相手に伝える、これが NVC のやり方ということになります。今回は共感教育としての NVC の3回目、人を分類し裁くことが暴力につながっていくというお話をしてまいりました。